こんにちは、CRA 捜査課まっちゃんです。ね、今日は、はい、ウッディエースですね。ウッディエース2ですね。ですね、はい、を、まあ、前田口が、はい、外を紹介したと思うんですけど、はい、今日は中で中紹介してくれるってことですか。はい、行きましょう。行きましょう。はい、こんな感じです。いやめっちゃ適当っすね。はい、以上です。いやてかめっちゃやっぱすいません、こだわってますねやっぱこれ。やっぱ中はねもう全部ベージュで、はい、でまあ床も家のフローリングみたいな。あですよね。はい、色で、まあね、テーブルとかも全部ベージュ系で合わせて。これってあれですよね、トレックシートっすよね。トレックシートっす。展開ができる。ああ、展開できるやつですよね。そうです、できます。これちょっと今テーブルあるんでできないですけど、はい、このレバーで座面をこっちにこう寝転ばして逆向けて、はい、まあ、頭外して、はい、背もたれをこう倒す。あ、だからこれがこうなるんで反対でも座れる。反対向きにもいけるし、はい、フルフラットのベッドにもなるんです。ああ、ここなここからずーっと。あ、そうそうそう、全部ベッドなんです。ほな、ここから3メーターぐらいありましたもんね。そうそう、まあまあでかい人でも余裕で寝れるっすね。そんな人は3メーターの人はいないですけどね。はい、でこれが後ろがそれに色を合わせたベッド。そうですね、ベッドキットですね。ついてて、でね、めっちゃ気になったんこれ前シートどうやって運転すんねん。助手席と運転席なんかちゃいますよこれ。助手席ももちろん回転しますよ。回転するシート。そうです、あのホワイトハウスさん、はい、の回転シートのキットですね。ああ、ね、こうどっか出かけて、はい、キャンプ行くなり、はい、まあ、釣り行ったりとかの時に、うんうん、まあね、何人かで行ったらこうやって中でテーブルもあるし、まあ、対面で、まあ、お昼ご飯食べながらわーわー騒いでとか楽しいなと思いますけどね。いや楽しいでしょ、ね、でもこれやっぱつけるにあたりセンターコンソールやっぱ取らなダメなんですね。乗ってへんかったらやっぱこう回転するときにセンターコンソール当たっちゃうんで、ちょっと一回回転してもらっていいですか。どんな感じで。助手席行きましょう。助手席やってください。寝かします。はい、ここにレバーあるんですよ。はい、スライドレールみたいな。はい、これを引っ張ります。なんかシート浮きましたね。シート浮くんですよ。はい、で浮かしてこのシート持ち上げて、おなんかこう回るんですよ。すごいっすね。はい、以上です。いや、ちゃんと下ろしてください。これで OK です。やっぱここで回転させるから。そうですよ、ここにやっぱコンソールおったら当たっちゃうんで。あ、それでやっぱできないってことですね。つけれないってことです。上がる時もこうちょっと中に上がっとったと思うんですけど、はい、なんでやっぱついてると上げれない。なんで外してます。え、これってその純正シートっすよね。これ今これ純正シートっすよ。にシートカバーっすか。シートカバーで、はい、その下だけを取り替えたらこういうのができるってことですか。そうですね、シートレール純正のシートと、はい、あの車体側の間にかますっていう感じです。はい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 、多分ちょっと高さは上がってると思うんです。高さありますね。そうなんですよ。ちょっと乗ってみますか。ちょっと乗ってください。いた。松本さん身長何ぼでしたっけ。身長166ぐらいですね。ちっちゃいですね。はい。で、それぐらい。はい、これあの、お兄ちゃんあかんわ。お兄ちゃんこうなると思う。お兄ちゃん185言ってましたもんね。ね、やったな。全然あかんっすね、こっちは。ほんならいけてマックス170、あと5から170の人でもちょっとしんどいかもしれないですね。ギリギリ、まあ、お子さん用って感じですね。あ、まあ、お子さんやっぱ普段前乗りたがるじゃないですか。はいはいはい、まあ、こういう時はこういう時ぐらいね、お客さんじゃないお子さん。はいはい。
前に座ってもらってね、うん、でお父さんお母さん後ろで、こっちだったらね背もたれ高さあるし、そう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 、ゆっくりしてもらって、うわやっぱこれすごいっすね、ね、こうやってなんかめっちゃ楽しそう、ちょっと前に座った足バリ近いですけど、でもこれ移動するでしょ、そうですね、これ移動するんで、はい、まあ、この幅はもうちょっと下がるんで、ああ、まあちょっとゆったりできるって感じですね、そうですね、もうちょっとゆったりできる、これいいです、絶対面白いですね、これで遊びに行ったら、これでキャンプとか行ったらめっちゃ楽しそうですね、めっちゃ楽しそうですよね、これいいっすね、だからシートも変えず行けるってことは、ね、ノーマルでね行けますもんね、そうですよね、そうですよね、いいっすね、あ、僕ここの方がちょうどいいっすよ、あ、天井もこれ邪魔っすけど、まあ、まあ、いけす、足の長さ的にいい感じじゃないですか、もうこれ絶対楽しいですね、いや楽しいですね、いいっすわ、これキャンプされてる方とかやったらね、めっちゃいいと思いますよ、これしかもこれあれじゃないですか、そのロッドホルダーついてるから、そうそう、釣りとかめっちゃ、そうそうそう、ね、釣りしてる人とか、はい、キャンプ好きな人とか、はい、ね、やっぱ釣りでちょっと休憩しようかとかでね、中でご飯食べたり、ね、コーヒー飲んだりとかね、でしかもここベッドになってるからここで寝たり、寝て寝れるしね、でしかもこの下は荷物いっぱい積めるし ね、やったらめこれいいっすね、めちゃめちゃで一番こだわりなのが後ろっすよね、これそうですね、後ろっすね、またまたおしゃれな、はい、ベンチドアキットですね、これ半分に開くやつっすよね、そうそうそう、で、まあでこれ全然乗っても大丈夫なんで、ああ、一回座ってみてくださいよ、体重何キロですか、60ぐらいですね、まあ、でも今乗った感じでも全然耐久はもっといけそうですね、全然いけると思う、これ多分釣りするじゃないですか、できるじゃないですか、はい、この海辺に車を後ろから止めてこう、こうね、ああ、こっからこうやって、あ、めっちゃ楽にできる、めっちゃ楽に釣りできる、ただ降りたらこう海っていう感じはあるんですよ、で落ちてねまあそれだけ気をつけてもらったらねけどほんまにこれ釣りとか、はい、お子さんとかでもめっちゃ喜ぶでしょ、いや絶対楽しいと思いますよ、なんかこう広げてここで、ね、テーブルとか置いて、うんうん、ピクニックみたいな、はい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 、そういうのでもめっちゃ楽しそうやと思います、やっぱこうやって見て開けたらやっぱ想像が湧きますね、そうですね、いろんな面白いこと想像できますもんね、楽しめるなっていう、うん、まあ逆にこっちを釣り竿置いてこっちにサーフィンの道具とか ね、全部いけますね、ボードとかね、はい、多分一遍に積む人おらんと思いますけどね、まあまあそうですよねいやーすごいな、もう遊び心 満載です、いいです ね、ういう、まあそのこのベンチドアとかも CRS でやってって言っても全然できますもんね、できます、まあ、これの内装全部作ってっていうのもそうですね、いけますよ、全くこれと一緒にしてとかでもいけます、うん、でちょっとね、あのお父さんこんなの乗っとったらバリ嬉しないですか、いや自分がちっちゃい時に、いや絶対楽しいですよ、絶対喜ぶですよね、もう毎日キャンプ行きたいってなる、うん、遊びに行こう遊びに行こうってなりますもんね、絶対ね、まあでもこれもベッドのカラーとかも選べるし床のカラーもね、そうですそうです、選べるんで、まあ、黒にしたりとか、うん、黒でね、もう全部黒でもいけますし、うん、でこうやって屋根にも、まあ、純正のルームランプと別に、あ、ライトつけて、そうライト埋め込みしてあるんで、はいはいはい、夜でも全然明るく過ごせますね、いいっすよね、はい、うわそうそうそう、これはすごいな、まあ、これが全ての内装紹介ってことですね、はい、そうですね、まあほんなあとまあこういう風にカスタムしたいだったらもう CRS に、はい、もう言ってください、ちょっとこんなんもいいよとかまだもっとあると思うんで、うん、はい、これ以上にもできると思う、はい、あんなんしたいねんこんなんしたいねんっていう相談は全然してください、わかりました、はい、お願いします、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。